テキサスホールデムは全部で4つのターンがありますが、その3ターン目をターンと言います。2ターン目に3枚のカードが場に置かれましたが、さらにターンでは1枚のカードが追加されます。自分の手札2枚と場に置かれたカード4枚を参考に、降参する、何もしない、賭け金を増やす、他のプレイヤーの賭け金と同額を支払うのどれかをプレイヤーが順番に決めます。みんなの支払う賭け金が同じになるまでこれを続けます。賭け金が揃えば最後のターンに進みます。今回ターンターンでややこしいんですが、実際に動画で確認していきましょう。現在2ターン目です。そして全てのプレイヤーのアクションが終了すれば、次はターンになります。場に1枚のカードが追加されました。そして場の4枚のカード、自分の手札2枚のカードで、強ければベッド、弱ければフォールドになります。今回は何もしないのチェックを選びました。そして全てのプレイヤーのアクションが終了すれば、最後のターンに移動します。